おはようございます。サーキットの神です。11時45分、本日は2023年8月の20日日曜日です。相変わらず暑いですね。神奈川県相模原市橋本エリア400円ブーストついております。11時からオンにしていましたら、一応ねこれでもね休みだというのに、休みもないんですけどね、自営だから。お仕事、本業の方の仕事を進めていましたら鳴ってくれました。東橋本店のホットモットさんに呼ばれたので今向かっているところです。昨日はですね、フロントタイヤ、この下部ですね、フロントがパンクしていたのに気がつきまして直したんですが、ちょっと今抜けてる感がありますね。ちょっとエアが漏れてる気がするので、もしかしたら複数穴が開いていて直っていなかったのかもしれない大丈夫かな。ちょっとねフロントが重いですね、若干かな。まあ大丈夫っちゃ大丈夫か。まあ、ブーストの時間が終わったら一度外してパンク修理した方がいい気がしますね。これは今あの注文内容を見ましたら、ドラミちゃんカレーが入っているので、多分ねお得意さんのお家だと思います。はい、ドラミちゃんカレーですね。かわいいな。お得意さんのお宅です。あ、今の配達で、5になりましたね。今の配達は984円でした。何層もないので、まあ地蔵じゃないけど橋本の港南でちょっとパンク修理のねパッチがもうなかったと思うので、パッチとかちょっと買いに行きたいと思ってます。港南で買い物してましたら、ミスターマックス玉境店のファーストキッチンになりましたので急いでいきます。一応まだ硬いんで大丈夫だと思う。エアがねちょっとずつ抜けてるんだと思う。パンク修理のねノリとパッチと、あとね仕事のエア耐圧ホース、これね。ミスターマックス玉境店到着です。こちらに入っているファーストキッチンさん、はい、シェアボックスポテトのみですが受け取りました。よいしょ、おっとと、はい、ならよいしょ。ドロップ先はですね町田市相原という住所です。近いです。だけ 1.5 キロってとこですかね。1時5分前なんで1時ちょうどでブーストが終わってしまうので、一度自宅に戻ってですねパンク修理とあと食事済ませて、また自宅でオンしようかな本業もねちょっとね夏休み明けで忙しいのと、来週の日曜日はねちょっと下部のスーパー下部のモトクロスのイベントがあるので、それには参加したいので仕事を進めたい気持ちです。配達完了いたしました。あとね3分ぐらいあるんでね、ブーストが終わるまで、この3分で鳴ってくれるとベストなんですけどね。消えちゃいましたね。鳴らなかったか。2件ですね。昼は 2件ですね。両方とも900円台だったので1956円、約2000円ですね。
はい、今時間の方は3時15分ぐらいかな。バイクの整備ですね。整備というかパンク修理と、スーパーカズのパンク修理と、あとウェーブ125の前後タイヤの入れ替えですね。来週の日曜日はアブファンというあのモトクロスの走行会というかイベントに出るので、オフロード走るんで、前後のタイヤをオフロードタイヤに入れ替えてました。整備とかをやること終わったので、メニューをオンにしたところ、10分ぐらいですかね、待ったら、ファーストキッチンさんになりましたんで、向かいたいと思います。で、ドロップ先はね、多分こっちの方なんでね。パンク修理した方、フロントが軽い。よく転がってくれて、いい感じです。ピックアップ終わりました。配達先は相模原中央区。北に進みます。相模原駅の近くですね。こうやってさ、注文がありますって出るんだよね。今配達中だから取れないんだもん、だって。はい、ガソリンを入れます。リッター53キロですね、1リッターで。つまり値引きしてなかったら181円で53キロ走れるということです。だいたいね、自分のやっている感じだと2日に1回ぐらいガソリン入れるので、1回のガソリンでどのぐらいかな、500円ちょっとかな、かかっている感じです。まあだから1日200円ぐらいかな、ガソリン代としては多分。なので、まあ燃費がいいからまだ助かっていますけど、あれですよね、本当に割に合わなくなっちゃうんじゃないかな、軽バンの人とか。配達終わりました。1153円で、今日まだ3件しかやっておりませんが、3000超えてますね。3209円となってます。あと1時間ぐらいでブーストが出ますが、その前に 1,2 件なってくれると嬉しいけど、時間的にちょっと厳しいよね。時間、この時間ならないんですよね。はい、橋本に来てますが、一向になる気配がないんですよ。どうしよっかな。八王子市片倉近くまで来ましたが、なりませんね。この辺なんか、八王子駅周辺はなんかこうマークがついてなってるみたいな表示が出てますが、八王子駅来てみましたが、なりませんね。15分ぐらいちょっと待って、鳴らなかったらうるさいな。橋本に戻った方がいいような気がしますよね。安いけど行きましょうか。どこ、北口ってどっちだ、あれかな、ビルのとこだね、これね。栄冠の8階と、この8階か。はい、ピックアップ完了です。7階で
八王子の駅前の本当に一本裏でしたね。止める場所を選びますね。これ気温は33度って言っていますね。あと5分で5時です。ブーストが始まっちゃうからどうしようかな。これ今、配達先は内越町で北野の方なんだよね。だから北野からバイパス乗っていっちゃえば橋本には戻れるんですが、あれこれどうやって行けばいいんだ、どうしようか悩んでます。八王子ちっちゃいこう美味しそうなお店が右方向です、たくさんありますね。でもこの辺小安町って書いてあったから内越町だねおそらく。5時になりましたね。今の配達は452円です。こっち700円のブーストがあるな。これは悩む。今ここです。で橋本はこっちなんですけど、これね700円ブーストがあるんだよ。悩みますね。バイパス乗って帰るか、少しこの辺で様子見るか。なってくれれば一番いいんだけどね、今ね。やっぱ戻ろうなるかわかんないもんな。戻ります。バイパス乗ります。橋本に戻ってきました。やっぱブースト欲しいですからねっていうかもう今20分になろうとしますが、この間に友達の配達員の勝元さんは一つミスターマックスのファーストキッチンを取っているようです。橋本イオンで待っていましたが、先にね勝元さんに取られちゃったのが、風呂のねケースが取られちゃったんだけど、今中本蒙古タンメン中本が取れたので迎えたいと思います。友達の配達員さんの勝元さんがここに向かっていると思うんですが、ピックアップに向かいたいと思います。ちょうどなんか入れ違いだったみたいですね。今到着とか書いてあったから多分今頃お店に行ってると思います。自分は、中本に行きたいと思います。もしかしたらこの出口で勝元さんに会える可能性もありますね。自転車置き場で何かな。はい、データ今いましたね。黄色いバッグでしたねメニューのメッセージ後でしてみましょう。メニューです。はい、すいません。これですね。合ってます。はい、ありがとうございます。はい、ドロップ先は南大沢ですね。南大沢着きました。もう少しですね。今の配達は1102円でしたね。はい、ではまた橋本に戻りたいと思ってます。ドンキでね、買い物をしてました。いろいろ買いましたが、その間にねレジ待ちしてお金を払ってる時にねメニューになっちゃったんですよ。だから勝元さんが取ったらしくてね、ちょっと気分を害しています。さてどうしようかな。
い、ただいま6時30分です。今日はね日曜日なんでね、今からね多分盛り上がると思うんですが、終わりにしたいと思います。今日の売上は4763円、5回配達ですね。まあ1件あたり1000円ちょっと切るぐらい。ブーストはいくら？3件はやってんのかな、1200円。バイクの整備とかやってたし、買い物とかしてましたんで。ではこれでおしまいです。また次回、次回は多分カブファンミーティングという、あのスーパーカブのイベントの動画を開けると思います。それまではね真面目にお仕事して動画は撮らないかな。じゃあ